元気より直してのっけたぞすごい響いちゃってますね。なんか今から私はミニオンクグランプリ2017スプリング東京大会に来ているんですけれども、レースの前にやはり今回も作ってまいりました渾身の作品コンクールデレガンスに参加したいと思います。今回作った作品はこちらです。デレーン、どうですか、綺麗でしょう。こちらの作品のタイトルは春うらら希望を込めて咲かせます。そうなんです、替え玉でいつも毎日ね読んでいる俳句とともに、今回はもう春爛漫ということで、希望を込めてこのあと桜が満開になっていくというね、こう夢と希望を込めた、そしてこれからにも夢やと希望があるんだよっていう緑をね多めにして桜を咲かせてみました。やはりこの季節だからこそのワクワクをねこのコンクールデレガンスに込めたんですけれども、ちょっと今回はねかなり時間をかけて、そしてなんとですね、みんな嗅げるかな、桜の香りをつけてきました。桜の香りがね、あーいい匂い、ちょっと帰り帰り、あー桜の匂い、春ってなんだかワクワクするね。さあこれをコンクールデレガンス今から出展していきたいと思います。緊張、あー桜の香り、あー桜の香り、絶対受け取ってくれるかな。こんにちは、やっぱり受け取ってもらえないじゃんお願いします。そっからの感動があるんでね、なんとかゲット、なんとか。ちょっと風が強いんでこのまま桜が飛ばれないように気をつけていただきたい。なんとか無事桜咲きました、ありがとうございます。すごいね、緊張する、どうなってるかな、見えないんです今まだ、ね、入選されてました、よかった、ありがとうございます、よかった入選されてた。ここでコンデレ作品の一句を読みながら